ートありがとう。タカッチもハートありがとう。コバちゃんいらっしゃい、ハートありがとう。今5位に落ちてるけど順位は気にせずいくよ。あーこさんよ、こんばんは、いらっしゃい。みんなね、順位が落ちて、またこれやるの忘れた。もうはー、直前までななみちゃんのルームに行ってたらこれまたやるの忘れてた。ななみちゃんがね、アナの似顔絵描いてくれたの。ふふふふ、スクショ撮ったから後でツイートしよう。めっちゃ嬉しかったから。アキさんハートありがとう。クロッコそこで出せね、間違え、またやっちゃったよ。もうさっきからやばい、これ放置しすぎてやばい。でも特に設定する目標もないからさ、まあいいんだけど、このままでも。でもなんか溜まっていくの気持ちいいじゃん。佐久間さんただいま、おかえり。コバちゃんこんばんは、さっき来れなくてごめん。大丈夫よ、外に出てて電池切れたの。あ、そうなの。安否お絵描きしない、超下手だから。超下手だからやらないよ、今年ステージもないしね。ひろさんこんばんは、なおたんさんこんばんは、ハートありがとう。なんか目にまだなんかマスカラ入ってる気がするけど。カズボンさんハートありがとう。サクボンさんハート100個ありがとう。サクボンさん早いよね。みんないらっしゃい。ハートがふよふよ浮いてる。こっちか、みんなだとふよふよ浮いてる。かわいい。みんなありがとう。もうこの達成マークチラチラしてるのちょっと気になるな。でもこっちに変えときたい。ひろしさんハートありがとう。ひろしさんってあんなが知ってる。ひろしさん誰、アイコンがまだ表示されない。にひろしさんってあんなが知ってる。ひろしさんかな。たかっち、あ、ビジュアル担当だから、ビジュアル担当なのかな。知らなかった。初知りだわ、ビジュアル担当だったんだ。佐久保さんショールーム配信見ながら配信ハート回収してた。さすがかよ、すごすぎるわ。ちょっと待ってね。サトルさんこんばんは、来てくれてありがとう。今日撮影会も楽しかったね。モッキーさんデイリー投げてこっちに来ました、ありがとうございます。ヤスさんフォローありがとう。カズボンさん100終わった、ありがとう。ナベナベさんありがとう。サクボーさんアンピーの似顔を見れなかった、後でスクショを貼ろうかな。ナナミちゃんに許可取ってスクショを貼ろうかな。みかんちゃんおかえり、おかえり、みんなもおかえり。モッキーさんハートありがとう。みんなハートありがとう。とりあえずね、明日までギフトはなしでいいと思うんだ。明日までね、ギフトはなしで様子見てた方がいいと思うんだ。ナータンさんハート回収いってらっしゃい。ちゃんと戻ってくるんだぞ。サトルさんカップケーキありがとう。もう竹本がすごくてすごくてすごくてもらい泣き。そうなの？かずちゃん。なんか久しぶりじゃね？なんか、かずちゃん、久しぶりじゃない？あれ？今日一日配信来てなくない？かずばんさん、あ、また、動いちゃった。さくぼうさんすげえ。お、なんか褒められてる。いのぱんさんいらっしゃい。来てくれてありがとう。佐久保さん久しぶりのショールームで戸惑った。そうだね、アンナも久しぶりに星集めというものをしたよ。うん、みかんちゃんバラありがとう。じゃあ歌うよ。情熱の真っ赤なバラを胸に咲かせよう。ありがとう、みかんちゃんありがとう。カズちゃん今日初めまして。もう日付変わっちゃったけどね。なんかすごい このアイコンと名前を見るのが久しぶりなんだけど。まあ今日軽くもう19時間ぐらい起きてんのかな。ちょうど日々が佐久保さん2周できたから満足、ありがとうございました。さっきね、ななみちゃんの配信に一緒に行ってくださった皆さんありがとうございました。でね、ななみちゃんルームからたくさんね、
配信見に来てくださってる方が多くて、ギフトもね、たくさんみんな投げてくださってるので、時間があるときはななみちゃんルームに星3周行ってください。お願いします。カズマさん忘れてないんだよ。忘れてないんだよ 忘れてないんだよ。ちょっとね、場所と人が確保できなさそう。さすがにちょっとやばそう ちょっとやばそう。でもね、明日やばいの分かってるからやりたいけど、でもやばそうなんだよね。時間とじゃない、場所と確保が、場所と人の確保がね、本当にちょっとやばい ごめん、無理かもしれん。ラさん、ハートありがとう。ギターのおっきいさん、いらっしゃい。お疲れ様っち。ヒロシさん、アンピーの社畜のヒロシだよ。マキニャンズのヒロシさんでしょ？カズちゃん、たったの1日ぶり。1日ぶりはでかいよ。カズボンさん、早すぎるとせ、そう、また帰るの忘れてました。ほんとごめんなさい。みかんちゃん、竹本今日だけで8万ポイントくらいいた。安否抜かれるともっと超えてった。ん？どういうこと？みかんちゃん、どういうこと？安否抜かれる？安否に抜かれる？安否ライバル視されてるの？ 知らないんだけど。どういうこと？ そういうことなのかな？とりあえず、もうこのたかが7分で、なんかすごい人数が来てるので自己紹介します。たった7分の間にこんなに人数が増えてしまった。はじめましての方、はじめまして、皆さんこんばんは。アンピーこと久保田アナです。よろしくお願いします。現在継続をかけてライジンガール2019に19オーディションに参加してます。ぜひぜひ応援の方よろしくお願いします。ハートだけでもいいのでお願いします。そしてツイッターではリプ編ほぼ100%を目指してリプ編祭りをしているので、気軽にリプ編、あ、違う、リプをしてください。そしてハッシュタグ久保田アンナでツイートしてくださった方にいいねを送りつけるいいね祭りもやってるので、気軽にツイートしてみてください。よいしょ。通り過ぎていくよ。ちょっと待って。どこまで読んだ？たかしさん、いらっしゃい。ハートありがとう。かずちゃん。アピー、かずちゃん不足かよ。いや、不足ではないけど、イベント中だぞ。ハイゴレ、いらっしゃい。ハートありがとう。キャンディーの方のオッキーさん、シェアありがとうございます。かずちゃん、スクショありがとう。あ、桜卵さん来てくれてる。ありがとうございます。ハート、ありがとうございます。コマちゃん、シェアありがとう。カズボンさん、ハート集めてきます。いってらっしゃい。ギターの方のオッキーさん、ありがとう。ギターの方のオッキーさんは普通にオキさんって呼んでいいかな でも、まあ、オクリーさん、オクス、オクリー、え？オクさんことオクリーさんがね、配信に来てないから、オキさんって言っても間違いないよね。オッキーさんが2人いるから OK、 じゃあギターの方のオッキーさんって呼ぶわ ハイゴレで定着してるけん、そりゃそうだよ。ハイゴレはハイゴレっすよ。カズチャ、仕事が終わったら遊びに本気だから忙しい。そっか。みかんちゃん、安否は計画通りに潜伏気味で、明日の夜がそう、勝負なんです。明日の夜、そうなんですよ。あんまりね、みんなにお金を使ってほしくないんですよ、アンナは。本当に申し訳ないんだ 本当にね、心が痛んでくるから。だから、なるべく。タカッチじゃない、間違えたじゃん びっくりしすぎてタカッチって言っちゃったよ 何してんのね、来てくれてる、スクショ ありがとう 配信来いよっていう催促ではなかったけど、ありがとう
めっちゃびっくりした。ありがとう。めっちゃ嬉しい。ありがとう。びっくりした。ちょっと待ってね。コメントちょっと飛ばしちゃったじゃん。佐久保さん、明日仕事だから夜の配信しか来れない。OK。昼は休憩のタイミングが合えば、休憩の時間は何時ぐらいなんだろう。桜卵さん、某省のルームでお見かけしたので、貯めて投げました。ありがとうございます。ありがとうございます。先ほどはお邪魔しました。かずちゃん、集めてくる。いってらっしゃい。みかんちゃん、あ、明日は、マッチさんのトヨタスタジアムか。いいな。いいなー。 会いたいなー。切実。っていうか、ユーミンにも会いたいし、エミリーにも会いたいし、マチさんにも会いたいし、メイメイにもカレンちゃんにも会いたい。メイメイには会ってハグをしたい。でね、メイメイの話をすると今ね、すごい泣きそうになるから ちょっとね、置いといて。ふなぎつねさん、いらっしゃーい。とや？どや？どや？どや？12時から1時間だけど、仕事の進行具合で前後します。なるほど。一応ね、佐久保さん、12時から1時間配信予定だから、来れそうな時に、タイミングが合えば、来てくれると嬉しい。でも夜でも全然平気。最終枠さえみんないればいい。ぶっちゃけね。マリーゴールド歌えないです。みかんちゃん、めいめいブログに書いてたね。ねえ、嬉しいのよ。ね。もうね、レースクイーン大賞のことを思い出すとね、本当にね、エヴァサポみんなにね、本当に 泣きそうになるのよ。オートサロンの時にね、ちらっと何人かのエヴァサポには言ったんだけど、発表があった後にね、取りに来てくれてるエヴァサポを見つけて、なんか申し訳なくて、なんか笑顔が作れなかったんだよね。もう涙がブワーって溢れてきちゃうみたいなって感じだったから。本当にね、みんなが応援してくれてたのにね、大賞取れなかったからすごい悔しかったけど、なんかその気持ちを汲み取って、めいめいがその分まで頑張るって言ってくれてるのがめっちゃ嬉しかったね。 だから本当に頑張ってほしいっていう風にね、ちょっとしんみりしちゃったよ。もう本当に泣きそうになっちゃうんで、本当に。はい、これ、アンピーが会いたいって言ってたって、マジに伝えとく。伝えといて。本人にももう伝えてあるけど。もう本当に伝えてあるんだけどね。この間 LINE もらったから。佐久保さん、トヨタ行きたかった。ね、何度も行きたい。ねえ、本当にありがとう。なんでいるの？てか、なんでやり方知ってるの？ なんなの？なんでなの？ていうか、コメント、みかんちゃん、いろいろとみんなが幸せになる方法はないものか。ねえ。でも、こういうレース系はしょうがないんだよね。しょうがない。だから、やりきるしかない。実力出して、全力でやって、やりきったって言えるのが一番じゃないかな、みんなは。みんなが。で、アンナは思ってる。やりきった上で負けたなら、後悔はないじゃん。悔しいけどね。悔しいのと後悔が残るのは違うからね。はい、これ、そっか、直接言えるやん。 そうなんです、直接言えるんです。で、ちょっと待って、閉めてくるね。クロッコ、ブログが気になって読みに行ったら冒頭で泣きそうになったから危ない。そうなの。何度も撮影会終わってすぐツイッター見たら、めいめいがブログ更新したって書いてあって、ユーミンの写真がサムネイルになってたから、と思ってパッて開いたのよ。何なの？来るの？来ないの？どっち？ ねえ、ちょっと読み進めてったら、
書いてあって、わっと思って、今ここで泣くのはやばいと思って、速攻でブログ閉じて、とりあえず。で、ちょっと落ち着いたから、来てくれ、さ、あの撮影会に来てくれた方もみんな会場から帰ったタイミングで開いて読んで、でもメイク崩れながら帰るの嫌だったから、もう超必死でこらえて読んだ、ちゃんと全部。やばいよね、涙腺崩壊させに来てるよあれは。かずちゃんハートありがとう。よかったらね、皆さん田中芽衣で検索してみてください、ツイッター。エヴァレーシングのマリ役の子です。超かわいいの。超かわいい上に超性格良くて、超不思議ちゃん。不思議ちゃんってわけじゃないか、天然。引きこもり。もう本当に、あれは泣いちゃうよ。安否惜しい。レースクイーン大賞、ね、安否のこと応援してくれてた人は、ちょっとうるっと来てしまうものがあると思う。ってアンナは勝手に思ってる。本当に、本当に頑張ってほしい。けど、まあ、事務所、ワンエイトからも、新人賞ね、出る子も何人かいるし、4人ぐらいいるのかな。っていうのでね、カクカクしかじかであれがあれなんです。ヒロさん、めいめい最近会えてない。そうなの？さっきと言ってないの？ヒロさん。なべなべさん、ハートありがとう。なんかね、しんみりしちゃうから、ちょっと変えよう。もう、アンナが泣いちゃうからやべよ。たかしさん、いらっしゃい。ということでね、やっていこう。もう200人超えた。やっぱ深夜枠多いね、人が。あれ、いないじゃん。ちょっと待ってね。あ、タカッチいるじゃん。タカッチ今配信、ハート集めに行ってんのかな？画面が割れてて見えないんだよね。よいしょ。黒背景にする。みかんちゃん、なんかピンクの子に監視されてる気が。元の子にも。あの子とあの人かな。誰のことか分かんないけど。かずちゃん、見た目マリなのに喋ると田中。それな。もうほんとね、喋ると田中なんだよね。なんか、なんなんだろうね。でもシンクロ率上がってきてるよね。めっちゃマリに近づいてきてて、超可愛い。でもそれで言うと、今年は割とシンクロ率高い方だと思うんだよね。って勝手に思ってる。あ、たかっち200個達成じゃね？仕事が早いね、たかっちは。じゃあ歌うよ。ハート型ウイルスにやられてしまったみたい。どんな注射も効かないわ。たかっちありがとう。ハートね、200個達成した人はコメントで教えてください。ヒロさん、去年はズッキーに会いに行ったくらい。あ、そうなの？メイメイトラさん、ツン来てる。で、来てるって。すごいさ、それすごい読みにくいんだけど。そう、タッツン来てくれてるの。さっきね、あまりのびっくりさにね、タカッチって呼んじゃった。ごめん。いや、タッツンもマジごめん。いや、だって来てくれると思わないじゃん。 びっくりしたよね。頭フリーズしたもん、びっくりしすぎて。ちょっと待ってね。みかんちゃん、めいめいは独自の路線を歩んでます。そうだね、中身がね、独自すぎるよね。まいさん、バラありがとう。歌うよ。情熱の真っ赤なバラを胸に咲かせよう。まいさん、ありがとうございます。嬉しい。ちょっとね、声がカスカスなんだけど、ほんとごめん。こぼちゃん、ハート集めいってらっしゃい。かずちゃん、
田中は俺のこと一番見てるらしい。怖い。本当かそれ。高橋さん、久保田ちゃんの配信楽しいから。だ、普通にコメント読んで返事してるじゃん。 なんで泣くの？どういうこと？普通にコメントしてくれればいいのよ。喉カスカスや。かずちゃん、ほんと、ほう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 、そうかそうか、ふふふ、よかったね。めいめい、いろんな人のリプにちゃんとなんか飛んでって返してるイメージがある。すごいマメだよね。そりゃフォロワーも増えるわ、ファンも増えるわ。そういうマメさがあんなにはないんだわ。 めっちゃね思う。全然マメじゃねえんだよなって思う、アンナが。高橋さん嬉しいから、嬉しくて泣くの。 そうか、嬉しい時は笑うもんだよ。お、作坊さん、キャンディーありがとう。ほろ苦いキャンディーが僕の胸のポケットにあった、君が食べておくれ。ありがとう。よし、スクショ撮れたかな？スクショ撮れたかな？たかしさん、おやすみ。おやすみ。いい夢見るんだぞ。かずちゃん、1年前の安否は？なんだ？作坊さんがスクショを撮りました。ありがとう。田中が暗い部屋で膝抱えてそばを見つめてる姿が。そう、本当にね、あのね、本当にびっくりするんだけど、なんか、富士の時に5人部屋だった話はみんな知ってるよね。5人部屋だった時に、本当になんか扉がね、ちょこちょこあったんだけど、その扉パッて開けた瞬間に、こうやっているのよ、あの子。見える？よいしょ。こうやってね、ゲームしてんの。マジでね、あれ、夜中トイレに起きた時マジでホラーだよ。本当にね、めっちゃ面白い。ってなる。あ、びっくりしたみたいな。あんまりね、夜中だと騒げないから、ちっちゃい声でみんなあんなぐらいかな。びっくりしてた。高橋さん、久保田ちゃんの配信楽しいから好きです。ありがとう。たっつん、ありがとう。地道になんかハートを集めてきてくれてるじゃん。ありがとう。お、本物か？本物っぽいぞ。なちゃーん！ありがとう。来てくれてありがとう。なっちゃん組が結構来てくれてると思うんだ、今。いるかな？あのね、今日来てくれたサトルさんとか、あと、ナオタンさんも来てくれてる。ナオタンさん、めっちゃまめに来てくれてる。本当に、なっちゃん組の皆さん、ありがとうございます。アプリ撮ってみた。ありがとう。なっちゃん、ありがとう。あ、ちなみに、なっちゃんは、江藤なっちゃんって言って、河村なっちゃんじゃないですよ。同じ、ワンエイトプロモーション所属の同期の同い年で、今日一緒に撮影会やった子です。ぜひぜひ皆さん、ツイッターフォローしてください。たかこさん、ハートありがとう。てか、こんばんは。いらっしゃい。来てくれてありがとうございます。たかっちフォロワー、切り番になるまで見つめてたらしい。やばいな、あいつ。めいめい、ちょっとそれだけ想像するとちょっとやばいやつだよ。かずちゃん、1年前の安否はリプいっぱいしてた。そうね、変なリプも届かなかったしね、その頃は。みかんちゃん、こっそ。見えない。ちょっと待って。こそこそっとおやす。寝るのかな？みかんちゃん、おやすみ。ハート送ればいいのかな？そう、でもね、10個単位じゃないとポイントにならないから、全然無理せず、来てくれるだけで嬉しいよ、なっちゃん。本当にありがとう。てか、ごめん、すっぴんで。しかも、めっちゃ眠そうな感じの顔の時に、ほんとごめん。あれ？なっちゃん、すっぴん見るの初じゃね？ 違う？スピ見るの初じゃね？タボさん、なんかめっちゃ久しぶり。ハートありがとう。
高子さん全然来れずごめんなさい。全然来てくれるときに、来れるときに来てくれるだけでめちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございます。かずちゃん、俺の中でなっちゃんは平島なつみちゃん。そっか、18に今、なっちゃんって2人いるんだね。言われるまで気づかなかった。なっちゃん、ハートありがとう。ありがたや。覚えてるよ。覚えてるよ。オロローズ。そりゃもちろん、覚えてますよ。覚えてない方が、おかしいよ。高橋さん、コメントしてるのに飛ばしてる。ごめんね。お話失礼かな？たかしさんいるから。お邪魔ですかな？どういうこと？どういうこと？お話失礼かな？たかしさんいるからお邪魔ですかな？どういうこと？たかしさんのリプの、リプ？コメントの意味が伝わらなかった。ごめん。ターボーさんありがとうございます。いえいえ、こちらこそありがとうございます。来てくれたのめっちゃ嬉しい。イベントは明日までなので、よかったら見れる時に見てください。かつちゃん、そういえば一時期変なリプあったな。そうなんだよね。レースクイーン大賞の時とかひどかったね。まあ、全部通報したけど。 あれはね、黙って通報するのがいいというアドバイスをしてくださった方がいるので そういうのは仕方でいいんだって言ってくれた人がいるので。たかこさん、招き猫ありがとうございます。モッキーさん、ハートありがとうございます。あれ、ギフト飛ばしてたりコメント飛ばしてたら教えてくださいね。ちょっと今なんか久しぶりに来てくれる人とか、なんだろう、嬉しい訪問者とかがいっぱいいて、すごくテンション上がってるので、めっちゃ飛ばしてるかもしれない。だから教えてくださいね。30分近くなったので、もう一回自己紹介します。初めましての方、初めまして、皆さんこんばんは。アンピーこと久保田アンナです。よろしくお願いします。現在、継続をかけてライジングガール2019オーディションに参加中です。ぜひぜひ皆さん応援よろしくお願いします。ハートだけでもいいので、ぜひぜひ投げてみてください。で、ハート200個とギフトをまとめて何個か送ってくださった方に、心を込めて、愛を込めてお歌を歌ってるので、よかったら投げてみてください。で、ツイッターではリプ編祭りを開催中です。ほとんどのリプに返しているので、よかったらリプしてみてください。そして、ハッシュタグ久保田アンナでツイートしてくださった方にいいねをつけまくってるので、ぜひぜひツイートしてみてください。1日1回ぐらいエゴさしてハートつけに行ってます。いいねだ。あと言ってないこと、あと6月16日に、エモーション名古屋で撮影会をすることが決定しました。半年ぶりぐらいの名古屋撮影会なので、ものすごく楽しみです。来れる方ぜひ来てください。よいしょ。たかしさん、クマのアイコンのたかしさんとお話ししてもいいよ。たかし気にしないから。ちょっとすねるのはちょっとめんどくさい。たくさん来てくれてるからね、みんなと平等にお話ししたいよ、あんなは。多忙さん、フォローありがとう。平島なつみちゃんはエミリーの友達だし、ワンエイトだし、勝手に身近に感じてる。それはね、あんなも勝手に身近に感じてしまっている。たかこさん、スクショありがとう。おっきいさん、スクショありがとう。大久保さん、フォローありがとうございます。初見さんかな？ぜひ、コメントしてください。お話ししましょう。ターボーさん、もう一回。6月16。覚えやすい。6月16。なっちゃん、アンピ配信上手。私と全然違う。本当？配信はね、でも去年のライジングガールオーディションでめっちゃ慣れた。なんだかんだ2週間をかける2回やったから慣れた。あとはね、NMB のあかりんこと吉田あかりちゃんの YouTube の動画を参考にして挨拶とか考えた。YouTube はそういう時にすごく便利です。
よいしょ。本当はね、挨拶に特徴をつけたかったの。あのミキポンさんっていう方がいるんだけど、あの川西美希さんっていうポップティーンのモデルをやってた方で、今はラルムのモデルとかやってる YouTuber なんだけど、その人がこんにちは川西美希ですっていうのをやってて、それそういう感じでなんかポーズとかやりたかったんだけど、もう何も浮かばなくて、とにかくあかりの真似した。ターボーさん、ちょうどレースがない時だね。ね、そうらしい。しかもね、エヴァ札とかぶってないの、ここ大事だった。本当にここ大事だった。たかしーさん、コメント飛んでます、ごめんなさい。あ、これか、ちょうどスクショとスクショの間に挟まれてて気づかなかった、ごめん。コメント止めてあげるから大丈夫です。拗ねないで。キノタンさん、フォローありがとうございます。初見さんかな、コメントしてね、お話ししよう。たかしーさん、たかしーボクシング好きです。お、そうなんだね。雷神は見たことあるかな、ないかな。はい、これハートありがとう。あれ、ハート集めに行ってくれてたのかな、じゃあ。あれあれ、ちょっと待って、見失った。あれ、背後霊がなんか表示されてない。あ、いたいたいた、ごめんごめん、はい、ごめん、あの普通に見落としてた、ごめん。いたわ。もうちょっとで200個いくね。ターボーさん、名古屋に行く用事作れるようにしようかな。来てね、よかったら、時間作れたらで大丈夫。クロコ、ハートって1時間過ぎないと再回収できないのかな。一応そうだと思う。ハートに、あの星2周と同じ理屈のはず。だから1時間過ぎないと、ハート最初の5個もらったら、そっから1時間のはず。あ、ケンちゃんいらっしゃい、こんばんは、来てくれてありがとう、やっほ。ごめん、なんか声がカスカスだったね今。いらっしゃい。え、なんか声カスカスじゃない、今日あんな、気のせい、なんか違和感ある。いらっしゃい。よし、はい、ゴーレー集めてた、少しだけありがとう。高橋さん、ボクシング見てます。ボクシング、雷神はボクシングではないから、総合格闘技とかも見るのかなって。年末のあれなんだっけ、フジテレビ系列で放送してる総合格闘技の番組とか見たりするの。たかちが教えてくれてるね、ハートは1時間おき。ハイゴレ、ハイゴレは影薄いのでね、それ思った。いや、普通にあのスクロールが早すぎてアイコンが表示されてないだけだった。クロコ、なるほど、じゃあもう少し待たないとダメだ、 OK、 いいよ、無理しなくていいんだよ。カズちゃん、俺最近声カサカサ、アンナと一緒じゃん。ケンちゃん、ハートありがとう。タカシさん、タカシも喉痛めてます。なんかね、まあ季節の変わり目だったしね、喉は痛めやすいから、みんな龍角散舐めようぜ。よいしょ、ケンちゃんハートいっぱいありがとう。で、今5位に落ちちゃってるんですけど、あの順位は気にせず、明日が本番なので順位は気にせずやりますよ、とりあえず。カズちゃん、あと鼻水が、あらら、花粉症それ。花粉症なのでは。ちょっと待って、はい、これ最近肌カサカサとしだ。化粧水をたっぷり肌に入れるとよきよ。タカッチ、久保田久々に日光浴びたからじゃ、はあ、そうかもしれない。なわけあるかい。配信毎日やってるからでしょ多分。佐久保さん、明日ドキドキね、やだもう緊張する、もうハートじゃないよ、もうドキドキやだみたいな感じ。なっちゃん、
じゃあまたね、頑張って、ありがとう。寝るのかな、おやすみ、明日もお仕事頑張ってね、応援してるよ、またね。あと、あの今日の写真を送ってほしいです、なっちゃん一緒に撮った写真が欲しいですLINE するの忘れてたおやすみ、いい夢見るんだぞ。高橋さんが、高橋さんって名前ですか、何の話だ、高橋さんなんていた、あ、背後霊だまあまりにさ、高橋さんの背後霊として認識しすぎてた、ごめん今普通にごめん、名前忘れてた、ごめんね、背後霊ごめんね。なっちゃん、オッケー送る、ごめんごめん、いえいえ、アンナも連絡するの忘れてたから待ってます。これもリップが全然出てこない、買いに行かなきゃ、よいしょ、よっ、お、こぼちゃんおかえり。えとうちゃん、富士で挨拶行けなかった、じゃあ次の鈴鹿行くの、はい、ご礼はなんか喉やばいな、明日声出るかな、やばくない、結構、でも今日朝早くから起きてるからかな。おっきいさんおかえり、ギターの方のおっきいさんおかえり、うん、タッツンいる、タッツン、タッツンいるか、タッツン、はい、これ鈴鹿は搬入日しか行けない、あ、そうなんだ、じゃあ次の富士は、高橋さん、高橋邪魔かな、ありがとう、誰も邪魔って言ってないのに、そういうのは本当にあのやめてほしい、ネガティブ発言多いとこなんか、うん、やだから、ネガティブな発言はしないようにしてほしいな、できればポジティブな発言で楽しく会話しよう。黒子、右上の目標の方だってどんどん大きくなる、どんどん大きくなる、大きくなる、大きくなる、わかんない、あ、そう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 、なっちゃんはね、スバル、キャンディーのおっきいさん、ハートありがとうございます。大きくなるって何、炎大きくなってんの、黒子全然あんな気づいてないんだけどそうなの、あれおかしいな、なんで気づかなかったんだろう、あんな、高橋さんごめんね、うん、なるべく楽しい会話をしようね、あれタッツンもいないのかな、カズちゃん、スバルか、最近見に行ってない、ぜひぜひ見に行ってください、ぜひね、なっちゃんのことも取りに行ってね、めっちゃいい子だから、可愛いし、可愛いし、いい子だし、いい子、本当にいい子なんだよね、めっちゃ性格いい、透明感抜群だし、性格いいし、ん、最近ほぼ山しか見てない、なるほどね、200% になったら大きくなった気がする、気がする、そうなの、アナの方でエフェクト止まっちゃった全然見れなくなっちゃった、悲しい、タツンはもういないのか、じゃあしょうがない、いいか、なんかの話をしようとして、あ、そうだ、今誰が見てるんだろう、タカッチ、よし、推し編するか、アンピーからレースクイーンとしての推し編は OK、 あんなレースクイーンじゃないからカズちゃん、アップガレージもちょっと見てる、それはユーミンがいるからでしょアップガレージだよね、アップガレージだよね、うん、
あ、黒子ハート回収してきます。あと20分で配信終わるから急げ、いってらっしゃい。あ、そう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 、ちょいちょいね、配信さっきから言ってるんだけど、6月16日エモーション名古屋撮影会決まりました。よかったらね、予定の合う方遊びに来てください。まだ告知じゃない、まだツイッターで多分発表されてないんだけど、告知は OK なようなので。あ、そっち、かずちゃんそっち、ユーミンだと思った。ミーニャさん、ミーニャさん、ミーニャさんマジかわいい。でもかわいすぎて見てるだけで満足って感じ。ハイゴレ名古屋、あ、そっか、ハイゴレさっきの配信いなかったそう、名古屋でやるよ。おいで、ハイゴレおいで。高橋さん、名前一緒だね、高橋指捨てめっちゃ年上だと思うけど指捨てびっくりしたね、名前一緒だね、二人とも。カズボンさん、ハートありがとうとりあえずもうこの辺から自己紹介大変だから、もう持ってよっか。コバちゃん名古屋ね、コバちゃんは無理しなくて大丈夫だよなんせね、ね、お隣町に住んでらっしゃるから遠いからね、コバちゃんは無理しなくていいんだよ。カズちゃんでもユミいるから当たってる、そっかそっか、合ってんのか。ダリーさんハートありがとう、ダリーさんこんばんは、いらっしゃい。ハイゴレ呼び捨て歓迎、優しい。タカシーさん、ハベセタカシです、よろしくお願いします、だって。白い、もうこれ持ってるとさ、白い、もうなんで白文字で表示されるんだろう、よいしょ。ケンちゃん久しぶりのエモーション撮影会だね、そうなの、半年ぶりぐらい、半年ぐらい前だったよね前回が、そうなの、楽しみ、ルンルンルン。もしね似て合う方いたらぜひ来てください。カズちゃん、エヴァの方がいるチームは見に行く、もうそうだよね、その気持ちはねすごくよくわかる。なんだもん、元エヴァの人がいるチームを回りたい、モテギでは特にサード、うん、コントローラーもエヴァの人いる、なるほどはい、これ何地毛で黒バックにするいや、もう長い髪の特権というか有効活用だよ本当にね、これ見えないんだよね、これ立てちゃうと、ちょうどさコメントと被る位置だから、もうこうするじゃん、でもそうすると距離がな。黒子おかえり。高っち、僕の居場所に引き地さんがマーキングにやってくる、かわいい、かわいい、ユーミンかわいい。長谷部隆です、本当の名前です。あ、なんかね、カタカナとひらがな混ざってたから、あの漢字かと思っちゃったの一瞬、本名なんだね。あ、新旧マリもむちゃくちゃしてくる、どういうこと、何むちゃくちゃしてくるって。あ、そうだ、あともう一個、あ、そう言おうと思ってたこと思い出した、そうだ、ライジンガール2019になれたらあれだね、ちょっと待って、明日予選突破して決勝で2位以内に入ってライジンガール2019になることができたら、個人撮影会もしくは関西撮影会をすることが決定しました。なのでね、関西勢が多いと思うので応援の方よろしくお願いします。本当に関西行きたい、小札もやりたい、みんなにねこだわって撮ってほしい、あんなもこだわりたい。黒子ただいまハート200個 OK、 歌うね、ちょっと待ってて。
ケンちゃん今年の GT は APR かな？ん？ケンちゃんがよく言ってるのがってことなのかな？かな？トヨカズちゃん絡み方がひどい。まあカズちゃん相手だしね。カズマさんパチ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 。ハイゴレケン、あ待ってケンちゃんの APR はカズキさんですね。あズッキーさんそうだ APR だ。コウさんハートありがとうございます。よかったらフォローしてください。タッツンさっき呼びかけた時はもしかしてハートを集めに行っておったか。ターボーさんハートありがとう。タッツンさっき呼びかけた時ハートをために行ってたのか。ちょっと待ってね、ユーミンもめちゃくちゃしてくる。まあ、ユーミンだから。クロッコハート200個ありがとうってことで歌うよ。ハート型ウイルスにやられてしまったみたい、どんな注射も効かないわ。ありがとうありがとうね。スクショ撮れたかな。エヴァサパットメイメイトさんいらっしゃい。ハートありがとう。こんばんは。たかしさん、久保田、あ、待って、めっちゃ流れてた。ちょっと待って。久保田ちゃんのフォロワー、何人ぐらいいますか、ライジンガール？ってこと？フォロワーに何人ぐらいいるか、ライジンガール、ライジンガールの人数分フォロワーにいるけど、それは。ライジンガール同士は相互フォローだよ。ケンちゃんそうです、ズッキーもいるけどコントローラーが知り合いなので。あそうなんだ、なるほどね。カズちゃんちゃんと真面目に相手にしてくれるのマッチだけ。だってマッチさんは神対応だもん。何言ってるん。タッツンおらんかったな。見てまだ大事に。でもねこれ鏡ミラーだから反射しちゃうんだよね。映ってない方しかない。てかねもう全然映らんね。こっちを見せれば早い。これ大事に大事に使ってるよ。枕元に置いてる。これもうねそこがうっすら見えてきてるの、めっちゃ悲しい。ごめんね、ケチってめっちゃちょびちょび使ってる。っていう、タッツンにしか分かんない話でした。はい。作坊さんスマホがめっちゃ一瞬寝落ちした。やばい、めっちゃ面白いけど大丈夫。ごめんね、めっちゃ面白い。超痛いよね。でもねあるあるだよね。やばい、自分の髪の毛でめっちゃかゆい。コデラニコータさん、スクショありがとうございます。初見さんだと思う。よかったらコメントでお話ししましょう。ターボーさんハートありがとうございます。あ、ってことはターボーさんもさっき言った時いなかったかな。あの今回ねこのオーディション明日予選突破して決勝で2位以内に入るとライジンガール2019になれるんですけど、ライジンガール2019になれたら個人撮影会もしくは関西撮影会を開催することが決定しました。どっちをやるかとか見て、日程とかはまだ未定なんですけど、関西勢たくさんいると思うので応援お願いしますっていう感じです。高橋さん、高橋ライジンガールズのみんなのフォロー大事にしてます。んちょっとそれ日本語の意味がわからない、ごめん。令和元年1年よろしくお願いします。んお願いします。んよろしく。ハートありがとう。あそうだ、ターボーさんずっとターボーさんって呼んでなかったのになんて呼んでたんだっけってめっちゃ今思い出したんだけど、ユニバさんだ、思い出した。ユニバさん名前思い出した、嬉しい。よしって感じかな。あ、残り5分になったらポイント10ポイント以上の人をランキング下から順番に読み上げます。
うん、残り5分になったらって言ってね今。うん、そう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 。そしてみんないなくなった。コメントしてる？名前まで覚えてるとすごい。でもね、すぐ出てこなかったのめっちゃ悔しい。ずっとさ、ゆみばさんゆみばさんって言ってたのに、うん、うん。うん出てこなかったのめっちゃ悔しい。でも今出てきてちょっとすっきりした。コージさんハートありがとうございます。ナナミちゃん来てくれてありがとう。ごめん声がカスカスだ。高橋さん、久保田ちゃんの配信好きありがとう。高橋明日は、あ待って、ギフト送った方が良いの最終枠。黒子オーリオよかった、いた。ナナミさん多分みんなも来ます。やばい嬉しい。コバちゃん寝ていいよ。コバちゃんも今日めっちゃ朝早くから起きてたでしょ。いいよ寝て、ね、寝なさい寝なさい寝なさい。コバちゃんは寝ないと安否が起こります。ゆみばさん便秘が治った気分。なんだそのまあでも的確だなその表現。ありがとう。ここまで出かかってたのがポンって出た。アルキミトさんハートありがとうございます。ちょ待って、コウジさんが王冠持って飛んできた。ナナミさんギフトは今日じゃない方がいいのかな。そうね、できればみんなのギフトを温存したいって言ったら飛んできた。何コウさん、さっきの配信間に合わなかった、頑張ってね。ありがとうありがとう。あそうだ、タカッチみんな6時前から起きてるじゃん。そうじゃん、確かにそうだ、ごめん。みんな眠かったら寝ていいよ。そうじゃん。でもそれより前から起きてるんだよね、コバちゃんが。アンナより早く家出てるから。どうしよう、ちょっと待って、パラシュート、あそうだ、パラシュートはカラフルなのでこの歌です。色とりどりに光る世界を作ってく、それそれに輝くから、いつか君にも会えるといいな、混ざり合う色で明日を描こう。コウさんありがとうございます。ありがとう、声がカスカスで本当にごめん。ありがとう。カズちゃん、アンピーに言いたいことあった気がしたけど思い出せない。思い出せ、クロッコは寝ていいよって言われたぞ。いいよ寝て、で寝ていいよ、眠かったら無理して付き合うことはないよ。もうすぐ配信終わるし、いいよ寝て。コバちゃん、はい、じゃあ寝ます、おやすみ、また明日ね。ななみちゃんテレビありがとう、ちょっと待っててね。ななみちゃん、私最終枠配信してて来れないかもなので投げれる時に投げます。ありがとうございます。もしピンチに、もしね、ななみちゃんがピンチになったら、あの誰かななみルームの方お知らせしに来てください。あのみんなショールームに、あの投げに行ってほしい。そしたら高橋さん、高橋かなこさんの LINE ライブお友達です。かなこさんって誰？かなこさんって誰？けんさんおやすみ、ハートありがとう。ちょっと待ってね、ななみちゃんに歌うね。ある日森の中、ななみちゃんに出会った、花咲く森の道。くまさん、くまさんにって言っちゃった。びっくりしすぎてくまさんにって言っちゃった、ごめん。ななみちゃんに出会った、ありがとう。ななみちゃん明日も頑張ろうね、ありがとう。ちょっとけんちゃん待ってね、ちょっとけんちゃん待ってね。思い出せないってことは大したことじゃないんだきっと、かずちゃん。じゃあ思い出した時に話してちょ。たかっちカフェインとニコチンでドーピングしてる。ありがとう。ユニバ、うん、ユニバじゃない、ユミバさん、コウジさんありがとう、ハート。クロッコ、そうか、ショールームイベ同時に最終枠なのか、そうなの。だからね、もしななみちゃんがピンチの時はななみちゃんルームにみんな行ってください。
その時にね、アンナがピンチでもそれは、うん、言って言って、ケンちゃん聞きたいから送るね、聞きたいから送るねか、聞きたいことあるからって読んじゃった。ちょっと待って、めっちゃ嬉しい、ありがとう。やばい、なんかさ、メイメイのLINEじゃねえや、ブログ読んだからかさ、なんか今涙腺がやばいよいしょ。じゃあちょっとね、喉カスカスなんだけど歌うよ。ティアラありがとう、ケンちゃん。リサのアドマス。シャーニーソーマイダイヤモンド、悲しみと願いの結晶体に僕は使命を誓う、それぞれの光を目指していく、何度だって立ち上がって僕は今日まで来たんだ。 It's time 一個の祈りが革命の確証さ輝け、ケンちゃんありがとう、アドマスありがとう。取れたかな。高峰さん来てくれてありがとう、こんばんは、いらっしゃい。タツン、今日より明日の方がいいのかい、投げるのは。そうっすね、明日予選最終日っす明日のね23時59分まで予選だから、多分ね最終枠はこれ1時間で自動的に切れちゃう配信だから、11時15から30分の間には始める感じになるから、残り10分とか11時50分、11時45から11時50分に投げてほしいなって思ってる。黒子、この枠残り4分ほどで終了です、ハート全部投げ切ってください。お、黒子ありがとう。でもそういうの打つとき多分定期って入れた方がみんな見やすいかもしれん、普通のコメントだと思っちゃうかも。コーチさん旗ありがとう。高橋さん、かなこちゃんのアイコンにしてきました、これです、お友達です、高橋フォローしてます。あ、ちょっと待って、誰かわかんない、でも教えてくれてありがとう。さくらたまごさん、ハートありがとうなんかやばいね、今日喉全然アダマス歌えなかったし、喉やばいね。明日までに直せるように頑張るわ。のだめなめる。たっつんありがとう。やばい、ちょっと待って、声が出ない。たっつん投げすぎじゃねありがとう、ありがとう、たっつん。クロッコ了解です、ありがとうございます。ターボーさん、ハートありがとう。ちょ待って、タッツンどんだけ投げんの、ちょっと待って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 、どんだけ投げんだ、すげえ連打してんじゃん、ちょっとちょ何個投げんの、タッツン何個投げんの、ちょコメント読むね。カズちゃん、去年上がったり下がったりして焦って、そうなんだよね、怖い本当に。カズボンさん、前に堀口選手と戦った荻窪選手がシュートの試合で雷神で元谷選手と戦いたいって言ってた。おお、それ実現したら熱いんじゃね。黒子、大量な猫パチパチね、えげつない数飛んできたけど今後でちょっと見よう、数をちゃんと確認しよう、ちょっと待ってね。しっかり休んでありがとう、喉潤した方がいいかも、オッケー。たつん、歌いたいけど足りるかな、いくよ。私は黒猫、ウェオ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 、もう哀れな捨て猫なんて呼ばせない、キラキラ光る瞳のネオンはだんだん強く、どんどん私を染める。ありがとう、タッツン、カスカスありがとう、めっちゃ飛ばしてくれた、ありがとう。で、ね、もう締めに入らないとやばいんだ、あと20秒、ちょってことで、みんな急いでハート投げてください。4位、ありがとう、ありがとう。ってことで、今日も配信来てくださった皆さんありがとうございます。朝早くからこんな遅くまで付き合ってくれてありがとうございました。アンピーこと久保田アンナでした。次は明日の12時にお会いしましょう。バイバイ、またね。終わった？